はい、JA うまいもん見つけたのコーナーです。この時間は JA グループ秋田がおすすめする季節の美味しい食べ物や商品を紹介します。今日は安岡選手が動画でも紹介しました飲むトマトを紹介します。全国のトマトジュースファンからトマトジュースは飲むトマトじゃなきゃダメというほど人気のある商品となっています。秋田県産トマトを原料にストレート製法にこだわった搾りたて果汁 100% ジュースです。さらっとして飲みやすくトマトそのままの美味しさを味わえます。原選手、こちらの飲むトマト飲んでみてください。それではいただきます。どうでしょう、いかがですか。フレッシュ。あ、ひらめきました。位置について、よーい、ドンカミシ。はい、またこの飲むトマトはジュースとして飲むだけではなく料理にも使えるんです。では飲むトマトを使った簡単レシピをご紹介します。まずこの飲むトマトをカップに入れ、ここに塩コショウ、とろけるチーズをトッピング、電子レンジでチンするだけですぐに美味しいスープの出来上がりです。とっても簡単なのでぜひ試してみてください。飲むトマトは栄養をまるまるいただけるおすすめ商品です。お求めはインターネットを通じ、秋田県の農産物や特産品を消費者の皆様にお届けしている JA タウンゴラボ一品館まで。以上、JA うまいもん見つけたのコーナーでした。